底辺のとか出て大手も新手を出た。この時間は平日の昼飲みということで、プレシション2ソフトの、天外魔境2マンジマンの範囲初見攻略プレイやってます。てるこさんいらっしゃいませ、こんにちは。はい、どこめさんいらっしゃいませ、こんにちは。なんか本当に熱出てきたんかな、ちょっと顔が熱い。ほう。出してて、天外子供天外のマジマンジに遊ぶ配信、その14で送る。寝るは寝たんですよね。ちょっと体調が悪いんですかね。俺が代わりに寝とくわ。ちょっと今日あれかな、ちょっと本当に休んだ方がいいのかな。ちょっと、まあ、とりあえずこの後はちょっとやっていきますんで、はい、よろしくお願いします。ちょっと今日の夜ちょっと、いや、休むかもしれません。ちょっと本当になので俺の代わりに職場行ってきて。知りませんよ、職場も休みましょう。ということで、確か、これか。明日よろしく頼む。見る見る。前回何でしたっけ？わかんか、風邪だって、そりゃ、ただの風邪だったらいいですけどね、これがコロナだってなったら、もう本当にシャレになるんですよ。前回どうしたんでしたっけ？ね、早取りってあれを手に入れるために。おやつ食ってないさ、13個目さんいらっしゃいますよ。ああ。顔が熱い。どうすんね、どうしたんでしたっけ。船をあれし、食ってないから具合悪いんですよ。いや、食うには食ってんですけど、食ってるのにね、具合がっていうか、ここは何でしたっけ。サブロの足塚、あれここ行ったっけ。ズボン脱ぎました。モンストちゃん動いてないようだ。あれ、そんなんで体重維持できないですよ、もっと食え。はい、15分差にしません。あれ先週どうしたっけ。全然覚えてねえよ。先週どうしたって全然覚えてない。あれかな、あそこに行くのはなんとなく。確か船沈んだんでしょ。いや違う、船沈んで、あの、早取りって船手に入れて、ちょっとごめんなさい、昔昨日の動画っていうか、金曜の動画ちょっと見返そう、しょうがない。全然覚えてねえや。何日だ ?16、今日17ですよね、15の14、これか。確か絶倫おじさんが決めてくれた。絶倫おじ、違う、それメンタルサーガーでしょ。昨日どうしたって、買い物して、買い物でここ行ったんですよね。で、そうそう、船で。あれして。どこ行きたいんでしょうね、ちょっと。船がどこか、それもわからんし。どこでしたっけ、堺でしたっけ、確か。堺家はあるかな。あった。たぶん、ね、あのマップの北東のあたりのあっちの陸地、たぶんあの、これ船でないといけないところでしょうね、次行くとしたら。よし。たぶん他のね、巻物でね、今度ね、海中潜ったり、空飛んだりできるみたいですからね、ゆくゆく。
ちょちょちょはこつ、はい、皆さんどうもいらっしゃいませ、こんにちは。多分ここじゃないかなと思うんですが、思い出した？多分ここじゃないですかね、行ってないし、巻物だかね、巻物じゃないっけ、何でしたっけ、このね、精霊機かね、多分ここでしょう、何でしたっけ、で何でしたっけ、デロレンでしたっけ、デロリン、聞くもんエロい、デロリンじゃ、デロレンでした、これでまたここで、わお、なんだこいつ、合言葉派生王だよ、違いましたね、はい、23個目さえいらっしゃいました、こんにちは。おやつ、24個目さん、おやつはちょっと食ってないっす、ちょっとまだお腹も下ってるみたいだから、ちょっと、ちょトムマックスさんがくれたチョコ何個余ってる、2枚食ったか、あと8枚ですかね。またカレー食ったの？またカレーは食ってないですが、ねえ、カレーじゃなくたって、なんか変なもん食ったかもです。ガスカン怖いおじさんと申します。どんなおじさんですか？メタマピーさんいらっしゃいます。こっちはじゃあコロナにかかったおじさんですよ。どうするんですか、もう。まあ実際熱出して横になってる、大丈夫ですか、本当にコロナじゃないですよ、大丈夫ね、本当に、手巻き靴下始めました、どんな靴下ですか、はい、本当にコロナかかってる人いるじゃん、ねえ、そういうこと待ってんじゃないですか、もう多分ね、行動されてる以上のもう感染者帝王マジで体調悪いの、帝王に圧された、マジでってこんなことネタで言えるわけないでしょ、本当に、何が移されたですか、本当にちょっといやだな、本当にちょっと夜ちょっと熱あったら本当に休むかもしれないんで、ちょっと申し訳ないけども、そこまで無理して配信してもしょうがないし、コロナっちゃったの、
多分その可能性が高いんじゃないですか、この時期にね。もしねえ、そんな熱出てあれだっつんだったら、こんな以外の何もんでもないでしょう、うん。無理しちゃダメですよ。いや、無理しません。体力低下すると発症リスク上がるから気をつけてね。ねえ、だから、ちょっともう本当に、ちょっともう。配信ないのは寂しいけど。ねえ、やっぱり、そんなんでね、本当命落としたらシャレになりませんからね。もうバカじゃないってぐらい。はあ、ちょっと本当にちょっと今日は本当休んだ方がいいかもしれない。冗談抜きで体を大事に。ね、そこまで無理するつもりはないから、あれですけど、本当にね。とりあえず午後くらい米食って様子見ようぜ。お腹も下ってるって言ってるのに、食ったら余計あれじゃないですか、悪化するじゃないですか、ね。配信ないのは寂しいけど、帝王に万一があったらもっと寂しいので休んで。ちょっとね、休んだ方がいいかもですね、本当に。申し訳ないけど。15は必要じゃないか。15、なまったか。オスオス。どうも41個目さんお願いします。こんにちは。ちょっと、前回まあ共通やってます。ちょっと体調悪いからちょっとダメかもしれない。クリアした？何をしてないでしょ。してたら終わってるでしょ。42個目さんもいらっしゃいますです。寝なさい。ね、ちょっと寝ますよ、もうちょっと。なんで体調悪いの？さあ、コロナにかかったんじゃないですか。冗談抜きで。ねえ。うつされたの？ねえ、その可能ね、だってね、もううつされる以外他ないでしょ。ねえ。帝王ニュースにならないで。どうでしょうね。47号室さんいらっしゃいませ。でもコロナのあれって治療って保険下りないんでしょ。うちみたいな底辺家庭じゃ。保険ね、あれだし、もう無理じゃない。帝王今日の夜は休んだ方が良くない。ねえ、ちょっと、まぁ、ちょっと熱見て判断しますけど、そんな話ありましたよね、なんか。わぁ。まぁ、それだけね、コロナのね、治療に。誰に移されたのさ。さあ、誰かは知らないけど。死なないで。いや、ね、夜配信休もう。何言ってんのさ、下手すや治療費告ったんだ。ねえ。どれだ？これか。飽きらない。どれいいかな？これ、して。とりあえずカッコン糖飲もうか。カッコン糖ありませんよ。明日も苦しかったら危ないで。そうね、危ないでしょう。調べたら今のところ国の負担っぽいよ。今のところはでしょう。生産カリをおすすめ。何言ってんですか。でも調べられないんじゃ。ねえ、あくまで風邪としてね、多分ね、処理っていうか治療されるだけでしょうからね。これ何、なんかこれ、レベルありますか。
げたもしコロナだったら帝王の年齢バレちゃうね。ああ白い粉もおすすめ。関係ないでしょ、多分。下げますか。これなんだ、あげる。帝王コロナってるかい？わからん。これなんでしょうね。ね、コロナってますよ。もっか、体調衰弱中です。うん、はい、62個目さえいらっしゃいますよ。何だったんでしょうね、あれ。今の時点だと接触できないと通常外来だっけ？ね、熱あるの？ちょっと熱さっきね、ちょっと微妙に出てき始めてるんで、もしかしたらですよね。伊達天の旅。おすごい60、通常外来じゃなくて厚生省に電話するんだよ、ねえ、まあちょっと、まあ、一応まだ60度くらいあったの、そんなにあったら普通死んでない。冗談抜きで病院行く方が怖いよな。まあね、とりあえず、まあでもね、コロナにかかってんだったらね、まあね、もう今更病院立ってね、どうせ、まああれだし、コロナだと思って病院行ったらコロナにかかったとかは悲しいね。帝王コマ枠も早く切り上げた方がいいぞ。どうでしょうね、でもまだ、まあ7個超えたらさすがにね、やめますけど。解熱剤もらうだけだよ。リスナーのために診察行ってきて。ね、まあちょっと、それはまあとりあえずですけど。違う、これでみんな心配してるよ。心配、本当に。昨日ちゃんと寝た？寝るには寝たんですが、まあちゃんとか知らないけど。今日はとにかく寝て。ねえ。いいかもね。体力落ちた状態で病院怖くね。ねえ、だから、ちょっと休んだ方がねえ、まあいいかもですが。この枠でコロナに感染しました。心配なリスナー、よし、本当にコロナなら行くとやばい。おにぎり3個ぐらい食べて寝よう。インフルエンザもらってきたら元も子もないの。これで、こっちの城のあれで、ここでは先行的なんで。これで潜れると。海の底。マップがいろいろあれです。ゆで卵20個くらい食おうぜ。卵ダメだから無理です。帝王また来世で。ねえ、そうなっちゃうかもしれませんね。本当に元気ないな。無理しないでね。無理はしませんよ。卵アレルギー？そう、多分卵アレルギー。子供の頃は、はい、それでしたから。これで行っちゃっていいんですか？わかんないけど。魔界と、あ、また、恒例のお出迎えが。オカリノミだけでも効果あるよ。そう。ようこそ、魔界城へ。あやとりの乗り心地はどうかね。我がイヒカの科学力は大好きなのにゃろ。水分呼吸大事ね。コロナなると小種がやられるみたいね。そうですか。まあパーフェクト DT の僕には関係ないですけど。今はわしらが持っておるよ。いろいろ研究させてもらった。
早取りの推進機関を発展させたものを建造中の城につけるつもりじゃ。いずれお見せできると思うがね。パーフェクト GG。 もちろん DT ですよ。君がこの城から生きて出られればの話だがね。健闘を祈るよ、万事丸君。って言ってあっち行ったけど、どうせこっちへ。なんかある、これ、あ、え、なんかあると思ったけど行き止まり。スクーター、うーん、スクーターどうでしょうね。はい、91個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。やっぱり正面ポカリは飲む点滴だぞ。そうだったら、うちポカリないですよね。まあね、いつもですけど、ちょっとお腹も下ってるのもあるから、そっちからの原因もあるかもですけど、ちょっと見たい。いつもみたいに欲しいもの乗せよう。インフィニティかな。欲しいも、欲しいもの乗せたら買ってくれるな。何でしたっけ、ポカリか。ちょっと待ってって言って。さっきもでもそれでシャウエッセンとか乗せたけどね、減ってないし。ポカリは何ですかね、粉のやつでいいんですかね。ポカリ、ポカリ、ダブル、大塚製薬、粉末のやつでいいんですかね。え、クソ高い。何、え、あ、これポカリセットパウダー粉末、次は歌舞伎でやるのペットボトルケース買い、いや、そんな、ペットボトルケース買い、ポカリセット、そっちの方が高くない、どうでしょう。まあでも、まあね、確かに、いざって時の飲み物用に。どれ、これ324。そう、どれだ、520、ちょっと待って、52も。こっちだと何、こんな高いのに、こっちだとこんなあれなの、どうでしょう。1500。シャウエッセンの総量950円するよ、笑。ねえ、高いですよね。じゃあ、はい、ちょっと入れてみましたんで、はい、まあ、もし、もしって言ってもあれですが、ということで、どこ行けんの？ここか？あとか、コントも入れておくのだ。はは、コント、あるの？ダメージ受けた、ちょっとなんでダメージ受けんの？総量で3個買えちゃうね、シャウエッセン。そう、わら、自分の金庫リストに載せたの、ね、どんなリストですか。カッコン糖なんて売ってる。カバがペロペロしたシャウエッセンをお薬代わりに送りたいので。知らないです。住所、いや、嫌ですよ。わら。住所は嫌だ。カッコン糖売ってる？拳銃？これ風の引き始め。どれだ？シャウエッセンは冷蔵だから送料高いぞ。わら。そう。あ、冷蔵？遊郭さんは？どれがいいんでしょう。カッコン糖。カッコン糖。カッコンとも どれがいいんですか。なんかいろいろ種類あるから、あんまりわかんないですね。
欲しいものリストって住所や名前バレずに送ったり送ってもらえたりできるの。まあやろうと思えばないじゃないですか。普通の栄養ドリンクは普通の栄養ドリンクいいです。栄養ドリンクだ栄養ドリンクぐらいだったらね、その辺で粉でも液でも何でも、ね、粉でも液でも何でも、うん、どうでしょうね、うん、ぶっちゃけどれでもいい、うん、どれでもいい、うん、こじるんだから一番高い、そそうです、ね、いいですよ。低温のメナ絶対嫌いそう、わら、え、モエナ絶対嫌いな。はい、じゃあこれだけ入れたからもういいでしょう。じゃあ、はい、再開します。金帝王さん、こんにちは。はい、116個目さん、いらっしゃいませ。本編、本編はやる暇ないってか、今日は体調悪いからお絵描きでツッコミしたくないからやめときましょう、うん、あ、どう、うん、あ、どこ行きゃいいんでしょう、上か。今日は我慢する。そう、うん、今日夜枠どうすんの？ちょっとまた熱上がって、ちょっとその体温見て、ちょっと若干、まあ、まだね、熱はないですよ、うん、それ見てから判断しますよ、うん、でも顔は熱いんですよね。まあ大事にせよ、うん、無理はしません、うん、これかな。なんかいる？いる？これが先週の金曜日でしたっけ？船長か。船長。大型魚の餌にでもなったと思っていたのに、さすがしぶといな。まああれくらいでくたばられては。このガーニン様の黄金の右手が寂しがって夜泣きを始めるわ。黄金には見えないですが、あ、まあ、ドイツの腕から落としたい、ドイツの首から跳ねたいんだ、可愛い右手を教えてくれっていうか、そんな強いんですかね、いまいち地味なガーニンそう、ついに君みたいなこと言ってるね。右手が恋人ですかね。シザーマン、うん、え、すごい、なんか、めちゃくちゃ連続攻撃してんですが、どういうあれ、順調やん、うん、あ、思ったよりヘランな、うん、いや、十分でしょう、
どうしようか、こっち行くか。攻撃力のバフ派重ねがけでけんの？わかんないっす。切れるね、あれもあるし。でも数字が上がるってことは、あれなんじゃないのと思いたいけど。重ねがけはできないかもですがね、さっきの、うわーこれ結構きつい、多分このね、ヒヘビとあの力量はまあ別口になるんじゃないですか、わかんないけど。あんまり効かんねえ。登録してみてください。こんな女性から声がかかるのか見てみたいです。嫌ですよ、そんなの。やりません。はい、130個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。誰でしたっけ、極楽切れたんだっけ。どうしよう、回復しようか。確かにどんな男性から声がかかるか知りたい。なんで男性で、なんで男なんですか。気になるよね。知りませんよ。さすが帝王、男にはモテモテ。嫌ですよ。男にはモテて何の意味なんですか。やっぱり一回かかってる相手、切れてない相手にはね、女ならまあそれ相手にもよりますけども、誰でもってわけではないですよ。心は女でも良いということでファイナルアンサー？心が女でもダメ。男の娘なら大丈夫かな？ダメ。チンチン取っててもダメ？ダメ。なんでそこまで男にこう、なんで男と結びつけようとするんですか。心が女でもダメなら男でもいいじゃん。ダメ、ダメ。勝った。噂にたがわぬ強さだな。なんかまだ余裕ありそう。喜んでいるぞ。いや、ちょっと待って、なんか嫌な、嫌なあれ。しかし、この右手がある限り、俺様に負けはない。なんだと？千年ぶりに、火の勇者の血を吸える。もっと、もっと戦いたいと、この右手が叫んでいる。遊びは終わりだ。なんだと？見るがいい。これが俺様の本当の姿。マジ。はい、トンマックさんいらっしゃいませ。こんにちは。将軍にまでのし上がった右のガーニン様の強さの秘密だ。どうなんの。あらら。
右手一本って言ったのに手足が増えてどうすんの。ガーニーって本当にカニになっちゃってる。カニじゃん。って一応回復する時間はくれるみたいですね。美味しそうになった。そう。デスピサロ。これでオナニ1ができなくなったな。何言ってんの。私はカニになりたい。そう、なりたい。今日はカニしゃぶよー。そう、カニ食いたくね。あんまり食ったことないからどんなもんかわかんない、ね、まあ美味しいっちゃ美味しいでしょうけどね、値段考えたらそこまで美味しいものかってね。トーキキエム、わーいカニだこのカニ食べたい。後食うときめんどいね。え、そういうの考えるとね、カニ美味しいから食べたいよ。そう、青いけど西洋なら食える。そう、画面見てると目が疲れる、わら。カニ放題したい。カニ放題できるなね、したいでしょうけど。だからカニ本家で食べる。カニ本家ってどこ。ずっとカクカクしてるけど下何してるんやろな。さあ、下はなんかあるんですか。青木は何、巻物使えなくなった。マジそんなことするの。こいつマジ術封じられた。まずい。あらら、結構強い。ちょっと待って、シルク姉さんマジックポイント足らんのと違うかい。どうでしょう、わかんない。111あればまあ大丈夫じゃない。ねえ、日立5回はあと使えるでしょ。買った。どうしよう。買った。
帝王陛下と天皇陛下って何が違うの？そりゃ位が全然段違いでしょう。はい、かばやきさんいらっしゃいませ、こんにちは。冬枯れ誰か持つ、これどう使える？置かなかった。わぁ、待つのか、使えなくなってる。どっちが上？この次第によっては不景ですぞ。そう。ボトムキング様やんけ。はい、重装解散いらっしゃいませ、こんにちは。天外魔境2やってます。結構強いね。極楽はまあどうでもいいから、これでなんとかあれすればいけるかな。ちょっとやめとこうか。天皇誕生日は通常休日枠？ちょっとまだ決めかねて、まあ、ちょっと今体調が悪いのもあるから、ちょっとね、どうするか、ちょっとね、枠ね、あれしてもできないなんてことになっちゃう可能性もあるかもしれないんで、何がきっかけで配信始めたの？ああ、間違えた。何があってやることないから暇だったんで。まああとは合流していけるかな。有名 YouTuber になってください。お無理。今回は帝王がボス的ですか？ボス的。はい、神道さんいらっしゃいませ、こんにちは。城塞って術持ってる？城塞わかんないっす。城塞見たことないっすね。わあ、もう、あ、全然ねえじゃん。もう守って、でも聞いた話によるとさ、配信始めるには初期投資結構かかるって聞いたけど、はい、いやそんなにまあかかん、まあ始めたって、まあ、パソコンはねもちろんもともと持ってたし、ねえ、あの前に配信やってたね、まあ昔ちょっとだけ配信やってた時のね設備もあったから、あんまりその時だから、そんなにほどじゃないでしょ、多分。キャプバは、キャプチャだの、捨て身器だの。キャプチャはもともとほら、コンポジットのやつは前から持ってたからあれですけど。まあね、今、HD 配信の時はね、確かに買ったからあれですから、まあね、結構、ねえ、レッドフリと HD のキャプチャは買ったから、まあそれだって、で、それで多分3万ぐらいはね、多分出ちゃったでしょうからね、はい。175ごめんなさい、いらっしゃいませ。マイク使ってる？ヘッドセット？
マイクですね。安いやつ。バッファローの。うん、右手よ、うん、はい、175個目さんいらっしゃいますよ。教えてくれ、右手よ。レトフリ3万じゃ買えないんじゃないの。レトフリは1万5千ですよ、うん、キャプも1万5千ぐらいしたし、うん、レトフリは1万以下で買えるよ。うん、今1万で買えるんですか、わかんないけど、うん、でスーファミだけのやつね。あ、ペペ、あ、スーファミだけのやつだったね、そりゃ、うん、あれでしょうけど、また出てきた。覚えているかい、マンジマル。いや、覚えてる。いろんなレトフリあるよね、いいぞ。お前たちに奪われたデューク・ペペだよ。帝王様のレトフリ何個くらい入ってるの。ゲームソフト全部で100本超えてんじゃないですか、うん、ね、ファミコン、スーファミ、ゲームボーイ、ゲームボーイアドバンスね、 PC エンジンとかもあれですから、うん、うん、まあ何入ってるかっていうか、あの持ってるゲームはコミテのトップにね、あの、うん、リストのアドレス載ってるから、そっちから見てください。堺の北西の岬だ。必ず来てくれよ。何？それまでこいつは預からせてもらう。どこの岬？いつまでも。堺っつった。堺の北西の岬？一応今んとこ取ってますよ。うん、まあ配信やめたら全部ね処分するかもですが。えりも岬だって。堺のって言ってなかった。これケンちゃんね。マジマラ聖剣、鳥移動でいいのかな、鳥移動サブロー。配信やめたら捨てるのか。捨てるか、ね、売れば需要ちょっとあるんじゃない、うん、マジマラ聖剣の声を聞いた。オイラサブロー、おめえにオイラのサブロ斬りをやるぜ。オイラの剣は出たとこ勝負の必殺剣だ。当たれば天国、外れりゃ地獄。一歩さんですよね。さあ、とりあえず三田新蔵さん、配信やめたらやっぱ売るんだってさ。何が、やめたらそりゃ売ったっていいですね。はい、190個目さんいらっしゃいます、こんにちは。やめたらって言うと、もう買ってもらったものはさすがに取っておくかもしれませんけど、うん、今日は本編枠ないんですか。今日はちょっとツッコミ疲れ、体調悪いから、うん、ねえ、うん、戻りしつこ、使えないの。他もですか、うん、だってね、そんなこと実際そうなってみなきゃわかんないでしょ。ねえ、そんな無責任なことは僕は言いませんから。かもですか。だって絶対売らないって言ったってね、もしかしたら売り出すかもしれないし。ねえ、でもそんな、まあ分かりませんよ。まあ結構問題発言だよね。そう。どこ行きゃいいんですかね。堺とつったかな。素直に行った方がいいのかな。なんだ。
ああ、そっか、なんか城作ってとか言ってたってこと。うん。わこてよ、お願いあるのですが聞いてくれますか。何ですか、僕はそりゃ聞けることならありですが。はい、シロさんいらっしゃいませ、こんにちは。何て王様、チョコ食べなさすぎて体調悪いの。どういうこと。いつかレトロフリークに上級国民突っ込んでデータ抜き取ってください。どういうことですか。上級国民ってどういうこと。意味がわかんない。16万、結構お金貯まりましたね。これでもうちょっと装備も買えるかな。ください。でもあんまりないかな。これか。これがすごいですね。14万2000で、守備がだいぶ上がるから。買うか。これなんだっしょ。リアルで16万あったらどうする。さあ、わかんない。さあ、どうもしないんじゃないですか。羽織を上級国民買っちゃう。どうでしょう。16万で買えますか。いや、それだったらまだ、ほらね、パソコン買う方が、まだあれじゃない。帝王さんちの家賃は月16万だよ。ないですか。そんな家賃あるわけないじゃん。200、もうちょっとであれ、売ればあれかな。鎧、買える?鎧、これか。で、買えばいいか。105。16なら数回買えるよ。数回いいですよ。パソコン買いたい。そんだったら先に、ちょっと待ってさ、宿だけ。宿あっち。パソコン買った方がってことは一応選択肢には入ってるんだ。どうでしょうね。みんなパーツ一つずつ提供してパソコン連成しようぜ。いいです。上級国民買うの。俺も買いたい。知らないです。買えばいいじゃないですか。女子高生ならアウトでしょうけど、上級国民だったらね、セーフでしょうから。あれ、ちょっと待って。パパ活ですか。さあ、どうでしょうね。上級国民のパーツ5つずつ送ろう。そんなパーツ生々しくて怖いでしょ。帝王さんは女子中学生じゃないとダメでしょ。何言ってんですか。ちょっと待ちよ。そういえばそうだった。何がそういえばですか。どっちかな。先にラン切った方がいいんですか、ね、先にペペの方行った方がいいな。帝王はどんな女の子が好みなの。芸能人で例えてみてください。あんまり芸能人知らないから。帝ちゃん、昼、お願い。昼焼きそば弁当です。松田聖子、新垣結衣。
荒垣結衣。約束通り来てくれて嬉しいよ。荒垣結衣って言ってもわかんない。いい城だろ。鋼鉄城っていうのさ。黒柳徹子。俺がつけたのさ。投げやりな言い方部は、ガッキーですら30超えだから帝王さんは無理を受け付けない。ちゃんと発音した、わらわら。ちゃんと発音。中も案内したいところなんだが、つまらない用事で姫路へ行かないといけないらしいんだ。悪いけど中はまた今度だ。でもね、今から面白いものを見せるからがっかりしないでくれよ。もし姫路まで来てくれたら、またまた面白いものを見せられると思うよ。それじゃ、俺以外の根の一族には荒垣結衣言ってたの放送だと新垣結衣衣って呼ばれるんだよね。ビアンカとフローラどっちが好き？ペペやっけこれまだ生きてるやん、しつこくない？愛してるよ。ペペタソー、うん、はい、ジューさんいらっしゃいませ、こんにちは。お、ペペローション、え、ね、城がロケットになったっていうか、ん、あ、すごい、そのまま飛んでったっていうか。じゃあこの土台いらなかったじゃんっていうか。ガッキーいくら可愛くても30過ぎると怪しくなるよね。何これ、世界観がガガガガガ。どうするんでしょう、姫路行くって言っても、姫路はどっから侵入するんですかね。海底から行くのかな。今は誰が人気、浜辺美波、古代日本やなかったの、帝王はこつ。そう、あんまり知らない世界観は。はい、ちょもかいはるかさんいらっしゃいませ、こんにちは。帝王さんなら渡辺直美が好みでしょ、うん、どうでしょう。帝王の今おぶつりゅうさんで頭がいっぱい。なんで、りゅうさん最近来なくなっちゃいましたよね。うちの配信のそういうね、セクハラメーターあれがせいなのか、下ネタばっかのね配信が嫌気がさしたのか、僕が愛想つかされたのか知らないけどね。え、車の変形装備全部取った？僕たちのせいだって言うんですか？まだ2つですよ。わかんないでしょ？何がってのね。あれ？これどうやって行くんだ？しくしく、帝王が悪い。無理に言い寄ったのが善人かと。何を言い寄ってないでしょ？何を言ったっつうんですか？これどうやって渡るんだ？壊されてんの。下品なレスは全部粛清しないとダメよ。これまだいけないってことね、え、本当に粛清しなきゃですかね、うん、これからは、うん、そうですね、人いないし言い寄ったの、うん、言い寄るわけないし、こういう嘘を言う人も即刻これから NG しましょうか、うん、帝王が魔界村やらないからだよ。まあ、エリエさん魔界村やってなんつったっけ。次は誰にするの。次って意味がわかりませんね。ちょっとすいません、ちょっとトイレ行ってくるんで、ちょっとごめんなさい。おしました。はい、安倍晋三、はい、いらっしゃいますよ。ちょっと、うん、トイレっていうか熱上がってて、今熱上がったらちょっと6度6分ですね。微妙なとこですね。ないじゃないけど。うん、おかえり、大丈夫？6度6分をどう判断するか。でも顔は熱っぽいんですよね。やだやだ。どうしましょうね。夜、やるか、やんないか。平熱やんけ。まあ、ええねっちゃ平熱ですよ。どうでしょうね。ほてっちゃったのね。笑ってっただけ。平熱で草。平熱で草って言ってもね、これからどんどん上がるかもしれないじゃないですか。ねえ、ちょっとなんか。
帝王35度台だったりしたことある、ね、寝不足なのかもね。あれですかね。 Y は 36.5 やった。そう、なんとかして配信休みたい意気込みは感じたよ。何休みたい意気込みですか、ね、Y35.1 とかの時もあるよ。そう、35.1 ね。貧困法制で下品下ネタなしな配信になればみんな戻ってくるわよ、ね、36度台とかある意味ベストだろ。帝王様こんにちは、ね、休みたいの。悲しい、私なんか8度あって出勤しましたよ。それはダメでしょ、ブラックでしょ。そんな出勤しね、さすがに37からだよね。まあね、そこをどう判断するかでしょうね。夜になって上がったらあれだし、うん、私平熱35度だから 36.8 度で高熱なんだよねっていう人イライラする。そうなんで平熱かかりだったらね、体温上がってんですから、うん、それはあながち、まあ、ダメじゃなくないの。学校行って他人に移したらもう一生いじめよ、ね、これどうなんでしょうね、どうやって姫路行くんでしょうね。これなんか関係あんのかな、多分陸路からじゃいけないんでしょう。それでは浮上できない。新幹線人類への神様からの警告ですよ。人増えすぎ、世界行き来しすぎ。浮上できない、浮上できない。深海の雰囲気いいね、このゲーム。違うか、姫路行くにはラン切らなきゃいけないんか。だからランを切るためには、メタルサーガってこんなゲームなんだね。違いますよ。どうすりゃいいんでしょう。さっきね、でもあっち行けなかったから。帝王様が老人老害すぎっていつも言ってたから、新型コロナが蔓延したのかも。なまが僕そんなに老人老害なんて言ってないと思うんですよ。メタルサーガはピストルが二足歩行するゲームですよ。帝王春日説。どうして春日なの。津波起こしたやつは倒した。津波、うん、倒しました。あの、フック船長じゃないけど、カニは倒しました。さっきフローラの方が好きって言ってたけど、バーバラとミレイユならどっち好き。バーバラ、年下即答で草。何がソフトですか。フローラは金でしょ、みんなそうだけど。フローラ可愛い、美人じゃないですか。ねえ。てかフローラが武士だったら絶対みんなビアンカ選ぶでしょ。つまりそういうことですよ。ミレイユの何がいけないの。何がと言われても、何でしょうね。自分もバーバラ好きだよ、あの強気の感じとか。これどうすりゃいいんでしょう。
帝王様には人間の愛が感じられない。めんどくさい弟がセットだからですか。いや別にそういうあれじゃないですか。そこまで考えてませんよ。結婚するならって言うならね、それはそれそこまで。帝王はグラマラスなのが好きなんですか。いや別にそう。ゲームでリアルと同じ不美人不可愛いキャラ入れるわけないからね。これどうやってあれするんでしょう。遠足のおやつ買ってくる。僕は胸よりもお尻が重要ですね。実際そうお尻ですか。そう、これどうすんでしょう。いないしね。渡れないし。花鳥風月っていう言葉はさ、弱いを重ねるごとに美しいと思える対象が移りゆくって意味あるらしいけどさ。そうなんですね。こっちから、女女女好きくらいですね実際。それ言ったら男はおっぱいからお尻に好みが移りゆくらしいよ。本当ですか。分からんけど。ではマーニャとミネアではどっちが好きですか。どっちかってんだったら僕はマーニャ S。 どうでしょう。マーニャかもですね。セクシーよね。マーニャとアリーナだったらマーニャです。それだったらアリーナじゃない。僕は、こっからか。これで切ってからシータかクラリスだったらどっち。はい、シータかクラリス。クラリスかな。マーサおばさまはへへ、ちょっと対象が。そんな帝王様はアリーナの会心の一撃でも食らってしまえ。どういうことですか。まんじまる暗黒乱の前に立った、世間トリドサブロを握りしめて気を集中した。おきぬちゃんとハマグリ姫は、そりゃきぬちゃんでしょ。どうかな。世間トリドサブローで6本目の暗黒乱を撃破した、残りあと1本。おきぬちゃんかわいい。これで包み紙のおきぬちゃん、そっちじゃない。これでようやく包み紙だったらルシオラじゃない。ルシオラちょっとあんまり詳しくないから。犬ちゃんを嫁にもらったら頭が上がらなそう。これで姫路に行けばいいのかな。帝王様って横島忠雄みたいな性癖。
さあ、あそこまでじゃないと思いたいんですが。まだ敵出んの？あれ？今までアンコブラン倒したところはね、出なくなった気がしたんですが。何？ペペ倒してないから。横島ただおって別に変な性癖なくなかった？欲が強いだけでノーマルでしょ。まあ性癖はないけど、あそこまで僕ね、外欲強くないから、ね、ダメでしょ、その時点で。ねえ、ね、発情してるね、猿みたいな。でも横島ただおより帝王様は時給低いよね。余計なお世話だし。いいんですよ。おきぬちゃん時給10円だから帝王の方が上だよ多分。そう。横島が敵組織に捕らえられた時の待遇が三上のとこよりも良かったの笑った。パイパー、子供の時読んで怖かったです。パイパー？パイパーって何？これで一途みたいなやつ？帝王、大きい病気や怪我したことある？とりあえず今のところないと思いたいです。帝王大丈夫？反応鈍くなるほど具合悪いのでは？お腹が空いてるのかな？いや、俺はこれまで3回も入院したよ。病気、病気、怪我、で。まあ、怪我ではないですけどね。まあ、病気の疑いがあって、検査入院みたいな感じはね、一回ありましたが。具合悪ければ休んでくださいね。ねえ。ここは何話が誇る城下町、姫路でございます。でも今、以前の賑わいは、見る影もありません。男たちがみんな徴兵されてしまったのです。はい、313個目さんもいらっしゃいますよ。ダメよ、キュンジャッチャ。何？どっちなんでですか？もしかしてコロナの恐怖で振動では？振動ってのはないでしょうけど、いや、本当にコロナじゃない、僕。ケイちゃんのお土産持ってきたよ、コロナって言うんだけど。もう、感染してるからもらってもしょうがないんで無理でさ。317個目さんいらっしゃいます、こんにちは。この町は若い男がおらんじゃろ。殿が軍隊を作るために城の中に連れ込んだんじゃ。帝王も百畜の才能あるね。そうですかね。よぼよぼのじじいと花たれ小僧しかおらんたつまらん町じゃ。まあ、いや、さすがに熱が出たらね、7度超えたらもう。コロナは36度じゃありません。いやだ、でもね、なんか熱が出ないってね、話も聞くし。コロナはね、わかんないでしょ。これからね、だからね、まだ潜伏期間でね、発症してくるね、予兆かもしれないし。殿様は皇帝寺討伐を決意なされ、何者の屈強の男たちを集めて軍隊を組織されたのですわ。症状がだるさだけっていうのが結構あるみたい。ね、そういうのもあるんでしょう。へえ、無理でした。なでもすね。その自分の体は僕はね、過信できませんからね。無理ね。これは、名刀は25万ですよね。そうなるかもしれないからね。帝王コロナより体重の心配した方がいいと思う。とりあえずコロナがね、帝王は痩せてる？太ってる？
シャウエッセンとマグロだったらどっちが欲しい？シャウエッセンとマグロ、そりゃマグロでしょ。でも他別にシャウエッセンそこまで欲しくないんですが。ねえ。シャーウェッセン、なんか皆さんがうまいうまいっていうか、そこまでってね、あれであれしたけど、僕別にそこまでシャーウェッセンこだわりないから、シャーウェッセンってしとこう。うん。っていうか、どれも買われてないしね。帝王様はゲームに詰まるといつもコロナにかかっちゃうのね。なんで詰まってないでしょ、別に。俺姿の本当のシャーウェッセンを食べたことがないんだな。本当のシャーウェッセン知らんけど。帝王ウィンナーだとどれが好きなの？ウィンナーさ、メーカーないですよ。ね、安いやつですよ、業務スーパーで買ってる。ママンのチャオズの方が好き、うんね、帝王のお口にはシャウエッセンは安物よね。きっと高鉄上な、ケチがしてくれることでございましょう。和歌山順調に感染進んでるな、新たに4人感染だって。うん、どんどん出るでしょ。ピザポテトとポテチどっちが好き？ポテチってのが、そりゃポテチじゃない。シャウエッセンを冷蔵庫に備蓄しとくとご飯作るのめんどい時に助かるぞ。シャウエッセン大絶賛ですね。ねえ、すごいあれですね。なんかね、ステマかってぐらいね、なんか気持ち悪いぐらいね、ベタ褒めですね。トン様のおさんお聞きになさった？なんでも何もある、塚の一つから古代の遺品をね、こいつが持ってったんでしょう。ねえ、だから、ね、お前よこせや。うん、お前らじゃね、退治できないし、ね。うまいんだけど、きっと高いんよね。ね、高い。ね、本当にうまいの？まあね。シャウエッセン食うならパリと朝食インナーかいいかな。朝食いいな、うん、まあ、我が家の経済事情にね、そんなお高いもの食えないからね。うん、申し訳ございませんが、殿は火の一族の力など必要としておらぬ。なんじゃと。おめえらだけでなんとかできるちゅんかい、クソが。足軽の槍、うん、弱そう。鎖片びら、弱そう。シャウエッセン、量の割には袋がでかくてがっかりするよね。ねえ。母、皇帝城なの、足、あと少しの命でござるわ。本当になんか顔が熱い。なんだこれ。正解派の剣、強い。うわ、強い、105だ。誰これ。まんじまるか。109か。こっちは、あ、こっちは歌舞伎いてる。怪獣もひ、まんじもひ。火じゃないと主人公になれないの？帝王様がチョコを買い物カゴに忍ばせるようにシャウエッセン入れてみたら？どういうこと？いや、さっき入れたんですが、誰もね、あれだし。帝王は、何気にポークビッツ好きそう。どうでしょう。ああ、よかった、買わなくて。この足が見事、鋼鉄城の大将の首を打ち取ってみせるわよ。またそれってしょうもない。どうだこれ？どこから行くんだこっち？シソとか入ったソーセージ好きだけど、シャウエッセンよりめっちゃ高い。よく男性のあそこをウインナーやソーセージに例えますが、女性の場合は何ですか？知らない。貝類ですか？知らない。はい、343個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。主人公は非属性のイメージありますよね。他にもあるのかな？さあ、あわやさんいらっしゃいます。鉄鉢が、ね。お、本編にある？いやいや、ありません。天守閣でいるいと我が軍の活躍をご覧なされよ。しょぼん。ガンダムは非属性じゃないですね。ガンダムは何さあ何でしょうね。鎖片びらを見つけた。何でしょう。塩一。元気になったらやるもんね本編。どうでしょう。体調次第。コフモヒですね。ポケモンも火ですね。そう
火なの。ポケモンはピカチュウだから電気じゃないんですか。ここか。アークの火。米10預かりしよう。これ使うかな。怪獣物語も火ですね。そうですね、怪獣は帝王も火。どうして。我が衛兵の、晴れ舞台に火の使徒が同席なされた後の模様になる。私たちの絵で帝王さんを元気づけてあげたいです。それいいですよ。逆に疲れちゃいそう。帝王様は奉仕。おお、火の石像の真ん中はレンジャーも赤だからな。お前のネタ、何、わしがサブローの石から掘り出した品をもらいに来たとな。ダメじゃダメじゃ、あれはわしが見せたものじゃ。わしの宝じゃ火の石像でも渡すわけにはいかん。それより見てみよう、我が聖軍の活躍を。だって今、刺激命令を下したとこじゃ、まもなく鋼鉄城とぶつかりであろう。見よ、わしの力は軍の力を、火の一族しか倒せんと思ってた。根の魔女、わしの軍隊が撃破するじゃ、もうフラグでしょ。完全に返り討ちになって、もうすぐずね、泣いてずこずこ帰ってくるんじゃないの。さあさあ、万事丸殿、我が軍の晴れ舞台をもっと景色のいい場で眺めようではないか。あら、日の読み方変わったのか。帝王様には銭投げが効果的。てか突っ込むにしても、もうちょっとフォーメーションっていうか陣形とかこれ考えてんですかね。ねえ、なんか場当たり的な編成で。ねえ。数にしたって100もないでしょ。今日スーパー行ったらシニアセールやってたんだけど、すげえ老人だらけで時期的にやったらあかんよな。道なりに進む行儀が良い軍隊ですね。まだ少ない人いるんですかね。以前の帝王さんはそんなじゃなかった。なんだ、大手になってしまったからかな。かもですね。エッチ。何がエッチですか。メタル帝王。あ、エッチ。ダメじゃん、ほら、どうだどうだ、今どんな心境、今どんな気持ち。そうだ、まさかわしの軍隊が全滅するなど。どうすればいいのじゃ。奴はきっと今年の妄想的に違いない。ああ、知らねえ、わしはバカじゃ。ガツに根の一族に手出しをするべきではなかった。根の一族を頼ればよかったのじゃ。マジマジ殿、お願いじゃ。貴殿のお力をお貸しください。そうじゃ、この宝物はお渡しいたします。まあ、なんて。じゃあ、持ち物がいっぱいね、持ち物。今のシーンエッジじゃなかった。どこが大砲でズドンって言っただけでしょ。何かいらないのある。まだ捨てるか。甘露丸いらなくない。いらん。初見です。おっさん臭くね。持ち物いっぱいで受け取れないとかシュールですね。今本編始めたらとんでもないことになりそう。わらわら。さね、本当にどうぞこれを受け取りくださいね。ますます今日配信ね、お絵かきやるわけにはいかんでしょう。これで空飛べる。ナイトの姫路おいしくりくださいませ。しゃあねえな、まったくよ。まじまさまお助けください。北の山の向こうの浜にお住まいの天狗様の力も借りて、この姫路をお守りください。どうしようかな。ねえ、
じゃあ、思うんですかね。マジマの真の勇者じゃ。急に大立てでね、本当に元気なやつらですよね。ああ、こんなことは初めから火の一族にお任せすればよかった。どの口だ。さっきまでの着ぐみはどうしたの？あばはどうすればいいのじゃ。ね、いや、こんなやつのために、ね、逆に健全になるかもしれない。ならない、ありませんよ、どう見たって。もう完全にアウトでしょ、今日は。もうさっきの枠だってね、なんかね、卑猥な配、ね、配信のゲームありましたが、しょうもないも隠していたし。もう今日はやっちゃいけん流れでしょ。とりあえずあれにってことでしょう。あわわわわ。皇帝城中井でわさまに、しかしわしはもっと恐ろしいものを見てしまったぞ。あの巨大な城が消えたんじゃ、そして山の向こうの吉備でいいのか、吉備国の空に現れたんじゃ。本当は好きなんでしょ。なんと今東の空に浮かんでいるじゃないか。あの城は一瞬で国を移動できるのか。本当は好きなんでしょ。本当に好きだと思う。皇帝城は悪魔の城だ。私たち人間にかないとない、ね。しょうがないな。今日は全力で可愛い女の子描くよ。それならいいんでしょ。好きものめえ、わら、ね。私たちのお絵描き派で王さんのことを思ってのことですよ。しないとですか。そんな嘘を僕が真に受けると思ってんですか。いらっしゃいませ。ご利用ですか。はい。とりあえず、いらないものを売りましょう。本当だ。やりな、信じてください。信じられない、信頼っていうのはね、大事なんですよ。こういうね、ここ一番って時にこそね、そういう日常的にね、気づきありた信頼がね、そういう土壇場でね、ものを言うんですよ。今のリスナーさんへの信用は僕はゼロになっちゃいましたからね。無理。帝王さんの体に気をつけてね。気をつけますが、5回に1回は可愛い子書いてるから信用に値するよね。5回に1回じゃダメでしょ。逆にならなきゃ、すべて。大黒魔者は1しか合わねえの。何か買いましょうか。これぐらい兜5、それともこの7か。最近ぶっこんだの何人くらい、ね、逆になれ。最近ぶっこんだのかね。つまり5回に1回早らしいのかけると、どういうこと。どうでしょう、今何入ってるかね、NG。今、一人誰か、そっか。まあいいや。今、NG、2人入ってますね。次の本編で最終判断をするというのはどうでしょうか。やだ。判断してもダメ。今日はもうちょっと、今日は体調悪いから、疲れてるから、やめときましょう。なんで粛清になったの？いろいろ荒らしてるから、荒らしになったりとか、僕に200人、2人ですよ。僕がカチンとするようなことをね、言った人もいたし、これで、それはエアよ ID。 粛清とか北の大地かな。3桁も粛清とか大手、どんなこと言われたの。ひどいね。何
空飛んでも炎化するの何普通こういうゲームは空飛べるようになったら敵炎化しないようにってあれじゃないの。ちょちょちょ、帝王さんの配信でお絵描きをすることは私たちにとっても癒しなんですよ。そうですか、僕にとっては癒しになってないからね。三次の悪口言うとぶっ込まれるらしい。なばかな。あらま、空にも敵いるのか。ちょ。サンジさん素敵ですよね。別にサンジさんの信者ってわけでもないし。サンジさんはかっこいい。別に無理して予知してもしょうがなくね。また鋼鉄城へようこそ、万事丸くん。しかし君も海だ空だとご苦労なことだね。サンジさんの声真似お願いします。この城の最高説明しよう。そうなの。このタイルを踏むと術が使えなくなったり体力が減ったりするわけだ。何種類か用意したら効果は。こいつらを速攻倒せば終わるのにね。踏んで確かめてくれたまえ。それとな、リュークペペから強い希望があったのでやつの体を改造している最中。昨日までのペペとはちょっと違うから楽しみにな。じきに会えるよ。この色の変わったタイルを踏まないようにすれば一応いいってことでしょう。気をつけなきゃ。これは絶対に踏んじゃダメだかんね。踏んじゃダメなんでしょう。最悪どっか踏まなきゃってたの。極楽町もちょちょちょ、ま、危ねえ。これ何？あ、青もダメってこと？踏むんじゃないぞ。ねえ。今踏んだから使えてなかったってこと？もしかして。あれもダメなの？青色のやつも。もういたし。踏んだらいかん。クソゲーではない。しょうがねえ。ではないこの城のからくりは楽しんでもらってるかな。しょうもないもんだ。ところでね、頼みがあるんだよ。まんじまる414個目さえいらっしゃいませ。ご覧の通り、俺は博士たちに腕を中心に体を戦闘用に改造してもらった。だがこんなもんじゃお前たち火の勇者の化け物じみた力には通用しない。分かってるよ。俺はまだ甘いんだ。どこかで人間の姿に未練が残っているに違いない。俺をもっといじめてくれ。ぐちゃぐちゃにしてくれ。人間を捨てられるようにな。いやですね、これまた戦ってもあれなんじゃない、逃げちゃうんじゃない。もうペペ見ると涙出ませんか。そう、いやそこまではなってませんよ。帝王をもっといじめて。何言ってんですか。はい、おかぴさんいらっしゃいませ、こんにちは。そうは言っても結構強い。
かっこいいキャラがいないね。どうでしょうね、敵だから、ペペか。ペペです。はい、ライオウさんいらっしゃいました、このうちは。感心させられる。どういうこと？ゲームが好きなんですか？そんなことは大事ですよ。別にメジャーなゲームだって好きですよ、ただこの配信のリクエストに来るのが結構マイナーなゲームがね、まあ多いというかそんな感じですかね、メジャーなゲームは多分ね、大手さんとか他とかね、結構ねいろいろやる人いるけど、マイナーなゲームあんまやる人いないからね、多分ねそれがあるからやってって人が来るんじゃないですか。世の中隙間産業ですよね。そうなってんですかね。していけるでしょ。何鉄板、そんなしょうもない音する。あ、ちょっと意外としぶとい。終わった、これ落ちる。回信本当に強いな、マジマル。それが火の一族の血なんだろうね。羨ましいよ。俺も強くなる。お前みたいにね。絶対俺の手で息の根を止める。約束するよ。で、とりあえず。助けてください、マジマルさん。うるさいね。あ、何連れ去られた。でもこれどうなんでしょうね。行かなきゃなんですかね。またちょっとこれ大丈夫、術が使えてないとかそんなことない。
大丈夫。マンジマル、わかるかい？俺だよ。デューク・ペペだよ。てかついさっきの今で、このボディまた改造したっての。一番にお前に見せたくてね。これでやっとお前たちは妻に引け目なく戦える。もうすぐだ、もうすぐだよ。もう顔がいるつもの。お前を俺だけのものにできる。愛してるよ、マンジマル。愛してるよ。誰よりもね。なんで告白するんですか、もう本当に。潮吹いた。80。愛してる予定よ。いいですね。告白されたてよ、パーフェクト同棲じゃなくしたね。告白されるとそんな。ね、しかもでも相手は男でしょ、しかもね、モンスターでしょ、バチモンでしょ、バチモンからそんな農家に決まってるでしょ。もう言うほど変わってないですよね。これって告白してきたリスナーを叩いてるって認識でいいの？私は上級国民だよ。どうなんでしょうね、わかりません。実際復讐の対象に歪んだ愛を抱くことは現実にあるらしい。愛ね。愛があれば性別なんて関係ないって言ってたじゃん。誰が？僕そんなこと言ったことないと思うんです。これ多分まだ終わんないでしょ、ペペも。サポート駅と化した歌舞伎先輩。使うとね、ちょっと MP 結構減らしてるし、さすがに無駄遣いしすぎた。あとはしょうがない。
鉄板、これするか。天才クリアしたら何やるか決まってるの？次は、はい、トトリのアトリエって決まってますよ。アトリエシリーズやるんだ、トトロ？はい、はい、トトリです。プレステ3版の。どうした？ごめんよ、マンジマル。お前たちの力をバカな俺はまだまだ甘く見ていたようだ。何回こっそりやりましたっけ。こんな俺を笑っておくれ。全てを捨てないとお前たちには勝てないんだね。楽しみにしてくれ、マンジマル。ごめんよ、てよ。俺はしたんですか。もっと強くなって戻ってくるよ。いいよ。ボヤッキーにしか思えない、笑い。いや、そりゃしね、長野人一緒ですから。ひぇー、助けてください、マンジマルさん。じゃあ、こいつがさらわれてる意味あるんですかね、この補定、補定丸でしたっけ。あ、なんかいろいろあるけど。あるよ。月下の夜。あるの？誰？歌舞伎もいける？さっき買ったのあんまり意味なかった。こっちは水曜は割と終盤所のエコ。沈黙の兜。これ絶対呪われるんじゃないの。技がすごい減ってる。これ一回書いた方がいい。ちょっとさすがにちょっとこれ、ちょっとさすがにこの技の数じゃ、ちょっといろいろやばいでしょう。まあそれ死んで宿でもいいんですけど。ね、ちょっとさすがにこれ戻りし使える？多分無理。使えない。帰っちゃいや。だって技がないんですからね。無理でしょう。レベル上げて全開しよう。レベルはね、どんぐらいで上がるかわかんないし、ね、今日クリありますか？さあ、ないんじゃない。どうでしょう、あとストーリーどんぐらいでもまだね。だってあと暗黒剣、暗黒ラン1本切らなきゃでしょうし、聖剣1本7本切ってから多分ね、ラスボスとかそんな流れじゃないんですか。それ考えたら今日は無理でしょ。今日ね、あの城落として終わりじゃないですか。今日はないね。ないでしょ。
今日はってことは何？明日だったらあるんですか？明日クリアだったら。そうわよ。今週行けるかどうかくらいかな。ってことはまだ結構あるってことですか。もういいんですよ。何がもういいって言われても。最近帝王さん元気ないですね。ちょっとね、まあ、ちょっと体調があんまりお腹下したり、ちょっとね、なんかだるかったりでね、コロナじゃないかと僕は思うんですよ。デンドロペペですかね。てか相変わらず顔は変わってないじゃん。バンジマル、見てくれよ、この俺の醜い機械の体を。もう一人で飯も食えない。下の世話さえ自分じゃできない。下の世話とかいるの？お前のためにここまでやったよ。もう元には戻れないんだよ、俺もお前たちもね。一緒に地獄に落ちてくれるかい。さあ最後の決着をつけよう。愛してるよ、マンジマル。どうでしょう、さすがにこれは本気で強いですからね。ドロンジョ様も欲しいな。そうや、白い光に包まれた。これなんでしょう。父親じゃないですが、はい、どうもね。コブラ0457さんいらっしゃいませ。さあ、ホモなんですかね。450個目様の種。どうかな。光に、あ、これだからか。まんじゅまんじゃないんですよね。どれでしたっけ。これか水泡か。
え？あれ？あれ水砲であれ消えんじゃなかったっけ？あれ？え、どういうこと？ね、でもこれしかターゲットないっすよね。術ってこと？ちゃんと文字読んで。ね？効果ない。どういうこと？あ、帝王だ。はい、アレイさんの光に包まれている。なんで？術効果じゃないの？なんで？これで解除されたってこと？どういうこと？なんでこれじゃないの？水砲で全ての効果消えた。さっきはミスっただけか。あ、だった、よかった。あ、術がミスったってこと？マンジマル回復しなくて大丈夫？まあとりあえず大丈夫でしょう。こっちで回復しよう。帝王さんの配信向けに身体を改造した箇所はありますか？ありませんよ。そんな改造する金なんてあるわけないでしょ。神経改造しました。ただで改造してあげるよ。いいです。お尻拭けないって宣言してなかったっけ？拭けますよ。帝王曰く前から拭けるらしい。
もうちょいか、落ちるか。落ちた。これでもう終わり。ささやこれでお別れ。人は鼻から思ってなかったよ。なんだ。それにしても強いね。俺のマンジマルは、マンジマル、消えていく俺に一つだけ教えてくれないか。俺はそんなに弱かったか。どうしてお前たちの中で一番戦闘力のある者が戦わないのだ。え、キヌちゃんのこと。どうして。あ、終わった。ああ、マイフレンドマンジマルさん、助けに来てくれてサンキュー、ありがとうベリーマッチ。助けに来たつわけじゃないんですよ。私、お礼キヌちゃん最強だったの。ビッグプレゼントですかね。よいのよ、ルフジェチコさん、いらっしゃいませ。確かにキヌちゃんはネクロマンサーの笛持ったあたりから強かったよね。ネクロマンサーの笛、ビッグプレゼント、この鋼鉄じゃんです。あ、ここに捕まってる間にこの城のドライビングテクニック盗みました。ぬおほほほ。私これから鋼鉄城のキャプテンやらさせてもらいますです。アンド、これ鋼鉄城をコールする電子の手バターです。最高の乗り物ゲットだね。これだと何で敵でないの。お中堅です。ああ、気がありません。台無しじゃないですか。出ます。イベントアイテムは別枠でね、あれしときゃいいのに。出るの。これ、あ、間違えた。捨てるんだった。ただしたい方出る。へえ、強い。マンジマル、え、今捨てたじゃん。あ、マンジマルのって言ってた。バンジバ天使の手バタ。ヨミ様に申し上げます。マンジマルたちに鋼鉄城を奪われました。あの城のワープ装置を使えばどこの国へでも瞬時に行けます。もはやマンジマルたちの足取りを追うのは不可能でございます。しかしご安心ください。おびき出すのは簡単でございます。良い餌があるのです。餌？
この餌に食いついた時がマンジマルたちの最後でございます。寿司だよまあ確かにそれだと辛いそうですが、なんと鋼鉄城を手に入れた。瞬移コマンドで全ての国に行けるようになった。レオンならすぐ引っかかりそう。どうでしょうね。うわぁ、結構今までいろいろ行ったんですね。お寿司あげるから目を覚まして。で、僕はどこ行きたいんでしょうね、これから。キビでしたっけ？キビの方行ってないの。ねえ、まあセガワダがちょっとパッと全部見てくる。帝王今日チャオス？今日はちょっとお腹下してから夕飯食わないかも。でも天狗全部行ったでしょ。下産地入ったことない国のはず。そうですか。そろろろ赤い宝箱やれるんじゃない？やる必要あるんですか。全部行ってないとこある？体調悪いとかコロナじゃない？一応あるよ。コロナなんですが、ね、ちょっとあれだったらもうちょっと夜ちょっとお休みするかもしれない、ね、ちょっとまあなんかいろいろちょっと体の節々が痛いとかなんかもう全然ですね。あったこれ？おい、行けないのかな。いや、行けなくもないところだけど、行ってなかっただけ。風邪かな。インフルは節々痛くなるよね。コロナもそうかもしんないし。で、これどうすんの？大統領の引きこもっても貫通してくるコロナちゃんやばいね。やばいですよ。よく来た日の一族に早速だ。俺の持っている巻物を渡して引き波の巻物、敵の巣に乗り込む時には絶対忘れちゃいけない。脱出用の巻物便利だぜ。ただな、あまり火の人が1000年前これ見逃しに使い倒したもんで、ね、二の連中も対抗手段を考えたのさ。いや、この巻物な、効果を封じ開けて洞窟とかあるから注意して使ってくんな。なんだこれ、もっとあれしてたら、早く手に入ってた？もしかして。戻り石いらなかったね。笑、ね。そうしたらあれだったってことでしょ。カボチカ絹しか使えないの？まったく。オーダー呼べない、ひどいとこじゃない。ここは今のとこでしたね。ここはキーか。地図。今日は何の日？そういえば気になってたんですが、ちょっといい。あー、帝王が心配で心がキュッとなる。炊きたチキン美味しい。いいもん食ってんじゃないですか。そういえば、どっか富くじのあたりってあれ、ね、確か。あれってどうなんかね。なんか富くじってどこでしたっけ？この辺じゃなかった？ちょ。だこれなんか当たり判定がおかしいって。富くじなんかほら、捨てられないっていうか。もらったじゃないですか。どこでしたっけ、富くじも。ここでしたっけ。どっかありましたよね。おにぎり。
これ見てるやつか。これも違うっけ。マンジュマンさん、お見舞いに来てくれたかの。はあ、ありがたいことで、ヒルエさんが見舞ってくれるか何よりで、これが自分の絵だと思って、いつでも来てください。お待ちしてます。誰だか知らないけど、ちょっと、おみくじ。どこでしたっけ。もう、人民街だから、人民街ってか、あたたたたちょ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 、どうして、どこでしたっけ、おみくじ。今日の周りの、根が何、隣の国に自由に行けるようになった。夏に海水浴に聞いても来たよねって。ここじゃなかったっけ。こっちでしたっけ。どっかやってましたよね。でもおみくじどっか、ここだと思う。ここ神社関係ないかな。どこでしたっけ。宿屋じゃないっすよね。じゃあ俺もここと思う。ああそうね。どこかな。これどんな味方女性も一コロですよ。これぼったくりやかな。こっちじゃない、これじゃない。どこかありました。神社。あ、神様、今日も来てるね。違うな。花の温床の様子がある。覚えてない。これいい？やんなくていいっすかね。どこでしたっけ？道具屋じゃないね。しぶき屋。違うか。どこだっけ？ここじゃないしぶき屋。どこでしたっけ。左の方じゃなかったっけ。左の方ですか。こっちの左か。どうかな。武器屋。違うか。これは何でしたっけ。相場屋。確かなんか売り物あったような。1100でしょうもな。149。しょうもな。でしたっけ。ここでしたっけ。串団子違うな。富くじですもんね。あれどこだったっけ。これジパングの情報。今日少しいいのいらん。あ、ごめん。違ってた。神社の方、寺の方かも。寺ですか。寺ってどっち、寺ってこっちか上か、上これですかね。どれだっけ、どっかありましたよね。こっちにあった、この辺、土地の始まり、騙して、おみくじ、おみくじはいらん。とみくじじゃないの。富くじと経営賞金の交換はこちらです。当たるくじは、はい。はい、賞金の、あ、1万両。マジ？神様あた、あなたに与えてくれたお金なのはよくないです。でも今更1万もらってもね、大したもんじゃん。スズメ涙ですよね。どうしよう、時間か。どうしよう、今日はちょっとこの辺で終わりときましょうか。こんにちは、西洋、コロタ。
コロっちゃったかも。はい、リナンカさんいらっしゃいませ、こんにちは。まあちょっと今汗かいてれば、ちょっと熱ね下がってればいいんでしょうけど。熱大丈夫？ねえ、だといいんですよ。まあちょっと熱もあるし、ちょっとお腹もね下ってるから。まあちょっと今日はここで綺麗に休みましたよ。無理はもうしてません。心配だな。月末あたり休み取ったら、まあちょっとその辺、ちょっとこの後もう一回熱上がって、まあ熱あったらちょっとね、今日この後夜お休みしますから。カレー美味しい。はい、ということで、とりあえず2時間20分ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。